YouTube Space Labo のロゴ YouTube Space Labo はアメリカ航空宇宙局欧州宇宙機関及び宇宙航空研究開発機構と協力して YouTube トレノボによって2011年から2012年にかけて行われた国際科学コンテスト Google のザハーンバルマルによって設立されたこのコンテストでは14歳から18歳までの青少年に 国際宇宙ステーションで行われる実験の設計を試みた。世界の受賞者はエジプトのアレクサンドリア出身のアムル・モハメドとミシガン州トロイのドロシー・チェント・サラマだった。YouTube とレノボは2011年10月10日に YouTube スペースラボコンペティションを発表した。応募者は微小重力実験の設計に挑戦し12月初旬に終了した。 2012年1月17日、YouTube Space Lab は60組のファイナリストを発表し、15万人を超える YouTube ユーザーがお気に入りの実験に投票した地域優勝者の投票を開始した。これらの結果は以下を含む審査員の YouTube Space Lab の一緒に織り込まれた。スティーブン・ホーキング、ウィリアム・ゲルステンマイヤー、リーランド・ディ・メルビン、星出彦・アキヒコ。 ギーラ・リベルテ、チリジ・マルワラがいた。しかし、スティーブン・ホーキングは、健康上の問題のため、当時裁判官として、完全に参加することができず、彼の同僚のポール・シェラードに変わった。地域の受賞者は、YouTube コミュニティとコンテストの審査員の投票によって、決められる。2012年2月22日、YouTube スペースラボは、次の6つの地域優勝チームを発表した。 三人のワシントン DC に集まった九人の競技者は、オート彗星で無重力飛行を体験し、スティーブン・カイ・ウドバー・ヘイジー・センターを見学した。彼らは3月22日に、ニュージアムでの受賞式に出席し、ザハーン・バルマルは、ドロシー・チェンとサラマの細菌実験、およびアムル・モハメットの超薬スパイダー実験の、有料実験を授与された。コロラド大学ボルダ校のバイオサーブ宇宙工学は、 世界的な受賞者のアイデアを使用して2つの実験を開始した。ドロシーとサラは7月下旬に日本の種ヶ島宇宙センターに行き、コウノトリ3号機が受賞した実験を宇宙に打ち上げるのを見た。打ち上げに参加する代わりに、アムルは後にロシアのスターシティにあるガガーリン宇宙飛行士訓練センターで宇宙飛行士訓練を受けることにした。 コンテストの2つの雲を生息地を保持している ISS のスニータ・ウィリアムズ2012年9月13日、ビルナイは3人のグローバル優勝者と宇宙飛行士のスニータ・ウィリアムズをつなぐライブストリームインタビューを主催した ISS で実験を行ったスニータはこれらの実験の予備結果を発表したドロシーとサラは枯れ草菌が微小重力で より効率的な細菌戦士になると仮定し、最初の結果は成長の兆候を示しました。しかしながら、標本はさらなる試験のために地球に戻されなければならない。アムルの実験は、ハエトリグモの捕食行動を調査し、ISS はネフェルティティと呼ばれ、ネフと呼ばれるアムルの雲が微小重力で獲物を捕獲することに成功したと発表した。 ネフェルティティは2012年11月30日に地球に戻り、ワシントン DC の国立自然史博物館に4日間、亡くなるまで住んでいた。ネフェルティティの同行者である、クレオパトラと呼ばれるゼブラハエトリは、着陸直後に死亡した。ありがとうございます。